株式会社シャンソン化粧品は、静岡県静岡市駿河区に本社を置く、日本の化粧品、健康食品メーカーである。宝飾品の販売も行っている。化粧品は主に訪問販売、及び美容室での販売が主だったが、現在はエステティックサロンでの対面販売に重点を置いている。商品は自社工場で開発、製造され、肌に有害とされる。 石油系乳化剤を一切使用しない化粧品作りが特徴。化粧品の品質や安全性には定評があり、OEM 生産で多くのブランド商品を製造している。今では広く認知されているブレンド茶に関して、その先駆けとして一般的にアサヒ飲料の商品として認識されている16茶は、もともとはシャンソン化粧品が開発したもので、 アサヒ飲料はシャンソン化粧品との業務提携によって製造販売している。現在はグループ会社である株式会社シャンソン T ワールドが16茶の原料を製造している。美と健康の象徴として1962年に創部した女子バスケットボールチームシャンソン V マジックは公式戦108連勝、リーグ10連覇などの記録を持っており、 2016年には2名の選手がリオデジャネイロオリンピック日本代表に選出されるなど現在も W リーグの競合チームとして活躍中である。また2019年からは静岡市で開催された東京ガールズコレクションにメインスポンサーとして協賛するなど若年層からも支持を集めている。女性の経済的自立の支援を目的に 1946年の創業以来続けてきた委託販売などの取り組みがジェンダー平等の実現に大きく貢献しているとして2018年5月にニューヨークの国連本部で開催された2018年 SDGs 推進カンファレンスにシャンソン化粧品が招待され河村治会長がジェンダー平等推進に関するスピーチを行った会社の取り組みとしても女性が働きやすい 労働環境の構築や女子バスケチームによる小中学校でのクリニック開催など様々な活動を通して SDGs 推進に力を入れている。環境への取り組みとして日焼け止め商品である UV プロテクトミルクは産後症を発火させる原因であると言われる紫外線吸収剤、オキシベンゾンとお口のキサートを使用しておらず、 それらの成分を含んだ日焼け止め商品の販売が2021年から禁止されるハワイでの販売も決定した。2019年1月12日に静岡市で初開催された SDGs 推進 TGC 静岡2019のメインスポンサーとして協賛。翌2020年1月11日に開催された SDGs 推進 TGC 静岡2020でも2年連続でメインスポンサーとなった。ありがとうございます。